どうも、宮迫です。チャンネル再開、イエーイ。よっ、ちょい、マイクついてない、遠いな。危ない、チャンネル再開します。お待ちしました。あの、もうこのチャンネル、宮迫哲チャンネルでも初めて一月ですか、はい、一月以上の、まあ、近いお休み、をいただきまして、まあいろいろその中で精査しながら、まあ、あのご存知の通り、あの牛宮城のことを本当にあのスタッフみんなね、そうなりますよ、後先考えずに走るから一生懸命やりましたので、もうオープンがもう3月1日間もなくです。そしてですね、あの詳しく牛宮城のことに関しては明日、公開させてもらいますので、はい、そちらご覧ください、はい、いろいろやってるのが分かっていただけると思いますし、はい、あのすごいいいお店になったということも分かってもらえると思いますので、乞うご期待ということで、そしてですね、寝起きでこれきついね。配信日なんですけども、はい、あのこの休みの期間、いろいろスタッフとみんなで集まってミーティングを何回も繰り返してやって、あのやっぱり配信日が決まってることに追われている自分たちがいてるっていうことがすごく分かって、あのこの日に配信しないといけない、でも流すものがない、じゃあ、まあ、これでいいかってやってしまったことがあったので、それはすごく悪循環なんじゃないかということで、あの配信日を不定期にしようと、あの取れたものを出す、取れた順に出していくという形を取りたいなと思いまして、配信日を不定期にさせていただきたいと思います。そして裏迫に関しても、あの同じように配信日は、不定期なんですけども、裏迫はそうですね、あのスタッフ、このね宮迫チームだけでやるあの配信もあったりとか、はいはいはい、もちろん、もちろん僕も出ますけども、僕がいない時もあったりなんかもいいんじゃないかという形で、裏迫はいろいろ、そしてあのいろんな裏側とか牛宮城の裏側とかいろんなものも流していきますので、はい、そういった形にさせていただきたいなと思っております。配信日決めますけども、そんな数をね、はい、めちゃめちゃ減らすってことではあくまでもないので、そうですよ、あの今まで通りぐらいの数はもちろん公開しますけども、はい、あの一応は不定期で、あの追われることなくやっていきたいなと思っております。まあ、とにかくね、あの何でしょう、やっぱりあの暗い顔を、ね、たくさん見せてしまってるので、あの常に明るく楽しく、自分たちがもう僕が楽しいと思えることをどん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 流していきたいと思います。はい、はい、それと、あとです、はい、あれですよ宮迫さん、はい、編集がね、ガラッと変わるんです。いってらっしゃ いよかった、楽しそうだな。編集がね、ガラッと変わります。壁紙とかいろいろ、もういろんな編集のちょっと仕方とか、はい、あのだいぶ変わりますので、はい、あのこれはまた楽しみにしててください、はい、あの新たにいろいろ変わって、楽しいチャンネル、楽しいことをお送りするチャンネル、やっぱもうお笑い芸人なので、そこはやっぱ笑っていただけるような、そんなことをたくさんお届けできるようにやっていきますので、はい、そしてあの最終目標としまして、私もあの常々言うてますけども、やっぱりあの僕はあの劇団を作りたい、劇団を作って最終的に劇場を作る、自分の劇場を作って、そこでいろいろやっていけるような、そこを最終目標に、これから頑張ってまいりますので、51歳、まだまだ前を上を向いて進んでいきたいと思います。ですので皆さん、どうぞこれからも応援よろしくお願いします。頑張ります。うわぁそんな長く走ってないんだ。そんな長くかね、全然体力回復してないのに走り出すから。あの元気にやっております。気が触れたわけじゃないですよ。そうですね、あの半分は触れてます。いろいろ忙しすぎてね、半分触れてますけども、楽しくやってますので、本格指導明日からってことありますか。明日からなので、はい、皆さん、あの応援よろしくお願いします。お願いします。見てください、頑張っております。撮影始めてからカラスがめちゃくちゃ鳴き始めました。カラスもね、祝ってくれてますわ。はい、よし、牛宮城行こうか。